糸引き味の幼魚、姫路市立水族館飼育個体糸引き味は、鈴木目味科に分類される海水魚の一種。全世界の熱帯、亜熱帯海域に広く分布する味で、和名通り幼魚の背びれと尻びれが糸状に長く伸びる。標準和名は、神奈川県三崎での故障に由来する。他に、日本での地方名は、糸引き大、寒座次台、馬引き、鏡魚、狂言魚、 エヴァアジ、ヤバタ等がある。制御は全長1メートルに達する。最大で全長1.5メートル、体重22.9キログラムの記録もある。対抗型各側平たした体型をしている。全長数センチメートルほどの幼魚は体型がひし形で、第2背びれと尻びれの難情が糸状に著しく伸長して後方にたなびく。また、糸状に伸びた 南上部の根元は黒ずみ反転となる。和名はこの幼魚の形状に由来する。ただし成長するにつれ糸状のヒレは体に比べて短くなって釜状を呈し、体は前後に細長くなり、額が丸みを帯びてくる。生魚は銀亀アジ属や鎧アジ属に似た体型になる。南上が長く発達するのとは、対照的に第一背びれの六から七トゲ状は短い有利トゲとなり、 生魚ではヒカに埋没する。また尻びれの二有利棘もヒカに埋没する。体表は光沢のある銀色で、幼魚の体側には、くの地型の横縞が6本あるが、これも成長につれ不明瞭になる。側線は、第二背びれ第十二に難上条したから、おひれ手前まで直走し、ここには小さな両鱗が8から30枚並ぶ。全世界の熱帯、亜熱帯海域に広く分布し、 幼魚は温帯域にも出現する。日本近海では日本海側は佐渡ヶ島、太平洋側は茨城県まで見られる。幼魚は水面近くを泳ぎ内湾でも見られるが、生魚は水深60から100メートルの海底付近に生息する。食性は肉食性で小魚や甲殻類等の小動物を捕食する。低地毛や釣り等で漁獲される。幼魚は 銀色光沢のある体と、糸状に長く伸びたヒレから観賞魚として飼育される。ただし水槽が狭いと、長生きしない傾向がある。生魚は大きく成長するため大物釣りの対象になり、干物や魚肉練り製品等で食用にもされる。しかし身に、臭みがあり、大型個体では、シがてら中毒も報告されている。糸引き味属アレクティスは3種の実が知られている。 ウマズラアジアレクティスインディカ全長1メートルほどだが165センチメートルの記録もある。糸引きジに似るが、幼魚は、副気難上も伸びる。また、生魚の額は、糸引きジよりも前に突出してかどばる。南日本を含むインド太平洋の熱帯、亜熱帯海域に分布する。アフリカンスレッドフィッシュアレクティスアレクサンドリーナ全長60センチメートルほど、最大1メートルに達する。 モロッコからアンゴラまでの大西洋東岸と地中海南部に分布する。AB カンバラとシハルチョ、岡村治保ホテイ、エコロン自然シリーズ魚1966年初版、1996年、海底保育者 ISBN45 億8632万 1091ABE がひとしほか、新装版詳細図鑑魚の見分け方2002年、 講談社 ISBN40 億6211万2809、AB 本村博之監修を、ワールド、鹿児島水族館、鹿児島の定も物魚たち2008年、内田通る監修、学生版日本動物図鑑1948年、初版、2000年純版北流館、ISBN48 億3260万427ハット ABC 岡村治。 天岡国を監修。産経からアメリカラーメーカー日本の海水魚1997年。ISBN46 億3509万 272ABCD。アレクティスシリアリーズ。A. インデカス。A. アリクサンドライネスフロス。R&D。ポーリ。エディターズ。2009。フィッシュブイス。ワールドワイドウェブエレクトロニックパブリケーション。バージョン。ありがとうございます。